さて。うん。よし。そうよ。すごいな。いいですか？もしかして。申し訳ない。それと、そうか、どうかな。いいな。どうでしょうか。つまりそれで。なるほど。そうだな、それで。ありがとうございます。ところで、ああ、そうだ。よし。さてと、頼む。ごめんね。話を聞かせて。もしかして、つまり。助かるよ。うん。それで、ありがとう。もしかして。そうだ。くれなあ。わかりました。おう。
王国に行こうぜ。終わったね。いいですか？ありがとうな。それと、おう、受けたまわったぞ。できたぞ。ありがとう。おう、ありがとうございます。それじゃ。突然すみません。ねえ、途中で女の子を見ませんでしたか？いえ、見ていませんね。その子は村か…そうです。少し前に村の近くで保護した子の…つまり、ベクタ…そうです。今日は朝から姿が見えなくて、もしかしたら村の外に…わかりました。では…本当ですか？ねえ、それで…背格好はこちらのお嬢さんに近いです。私と同じ。それじゃあ探しに行ってきます。
大丈夫か？はい、ありがとうございます。あなた方は？俺たちは王都の対策本部から派遣された集権士だ。村で君を心配している人と会って探しに来たんだ。そうだったんですね。どうして誰にも言わずに村を出たんだ？それは不安だったからです。自分がどうしてここにいるのか、私は何をすべきなのかわからなくて。村の人は優しいけど、私はずっと孤独で、なんだかじっとしていられなくなって、それで村を出たんです。結局不安は拭えなかったし、あなた方にもご迷惑をかけてしまいましたけど。私たちのことは気にするな。それより早く村に戻った方がいい。でも私怖いんです。怖い？ここに来る前も私はずっと一人だった気がします。誰にも頼れない、誰も私の言葉を聞いてくれなかった。このままここにいても何も変わらない。私にもお前の気持ちはわかる。自分が何をなすべきか、なぜここにいるのかという疑問。そして何より孤独は人を追い詰めるからな。でもお前を心配している人はたくさんいる。村人も探しに来た私たちもそうだ。だからどうか心を落ち着けてくれ。お前の言葉なら今ここにいる私が聞いているから。あ、大丈夫か？泣かせるつもりなどなかったのに、すまない。焦らずに少しずつ解決していけばいい。そんなに優しい言葉をかけられたのは初めてです。あなたに出会えてよかった。ありがとうございます、救世主様。救世主？そういえば以前会ったカリウドもメディナ殿をそう呼んでいませんでしたか？その子と知り合いってわけじゃないんだよな。ああ、私にもわからない。状況的にはカリウドと同じく、この子にとってのメディナは救世主だけど、メディナと出会った二人の人間がそんな都合よく同じ言葉を使うか。君はメディナのことを知らないんだよな。メディナ、救世主様の名前はメディナと言うんですね。ああ、そうだ。やっぱり知らないのか。それじゃなんで？ひとまず彼女を村へと連れて行くことが最優先だ。あ、そうだな、行こう。本当にありがとうございます。とにかく無事でよかった。彼女を休ませてやってくれ。ええ、そうします。あ、そうだ、あなた方はこれからどうするんです？この時間に街道へ出るのは危険です。もしよかったら家へ泊まっていってください。いいんでしょうか？ぜひそれくらいのお礼はさせてください。もともとこの村で買い出しも兼ねて休むつもりだったし、今回はお世話になるか。では甘えさせてもらいます。私が触れたことで、あの子は私への態度を変えた。これは何なんだ？能力と呼んでいいのか？だとしたら、なぜそんな力が私に？眠れないのですか？お前は、どうしてここに？偶然目が覚めて外を見たら救世主様のお姿が目に入ったんです。迷惑でしたか？いや、そんなことはない。
ただお前の態度に戸惑っているだけだ。何か失礼があったでしょうか？そうじゃない。お前と似た態度を取る人物に他にもあった。だがなぜそんなことが起きるのかわからない。とにかく不気味だ。私に何かできることはありますか？特には思いつかないな。何でもいいんですよ、救世主様。あなたが望むことを言ってください。望みか。なら友達になってくれ。思えば同性の友達などできたことがなかったからな。友達ですね。無理をするな。お前を試そうと思ったに過ぎない。救世主と呼ぶからには私の無理難題にどこまで応じるのかと気になって。わかりました、救世主様。私とあなたは今から友達です。本気で言っているのか？もちろんです、友達です。そうか、本当に友達が私なんかに。ありがとう。みんな準備はいいか？問題ありません。それではお世話になりました。こちらこそ、この子を助けていただいてありがとうございました。それじゃあ行きますね。はい、お元気で。それじゃあまた。ああ、またな。心なしかメディナ殿の表情がいつもより柔らかい気がします。そうだな、何かいいことがあったのかもしれないな。どうした、キリト？らしくもない真面目な顔をして。ここまでいくつものカラントを切ってきたけど、魔獣の数はちっとも減っているようには見えない。カラントの捜索にも時間がかかるし、もっと効率よくできないかと思ってさ。なるほど。しかし、民がカラントや魔獣のいるような人里離れた場所に赴く機会は、そのような僻地の情報が得られればカラントの特定にさらに役。やっぱり俺たち自らそういう場所に行ってカラントを見つけるしかないよな。それでキリト、今日はどのあたりを捜索しますか？闇雲に探してもカラントは見つからないですよ。そうだな。私に提案がある。少し気になっている場所があるんだ。わかった、それなら案内してくれ、メディナ。わかった、行くぞ。
こっちだ。この辺りも捜索。ああ、まだ先だ。よほど気になっている場所があるのですね。みたいだな。あった。え、言っただろ、カラントだ。まさか本当に。でも一体どうやって。ここまで迷わず進んできたからな。何かカラントを見つけるコツでもあるのか。それは勘。勘だけでこの場所を探り当てたのか。そうだ、不満か。まあ、いや、そういうわけじゃないけど。あ、とにかくカラントを切ろう。それじゃあ、どこへだ。決まっているだろう。この辺りには他にもカラントがある。また勘か。ああ、一度は当てたしな。次もメディナのか。分かった。それ、お疲れ様。お疲れ様。楽しませてくれよ。ここ一体でそれなりの数を切ったな。ええ、全てメディナ殿のおかげです。助かったよメディナ。全部の場所を当てるなんてすごい勘だな。大したことじゃない、今日は。そうか。どうしました、キリト。あれ見てくれ。カラントの根、ずいぶん離れた位置にまで根が伸びているんだ。この根、どうしました。カラントは各地で作られたんじゃなくて、大元では一つ。なあ、だからカラントは切った後、大元にある何かを切らなければ再びカラントが生えてきてしまうというわけか。あくまで推測だけどさ。
ではそのカラントとつながる大元とも。なあ、カラントを切りつつそいつを探そう。あとはこの情報をベルクーリさんたちと共有しておいた方がいいだろう。王都へ戻るんだな。なあ、そうすべきだと思う。賛成だ。これまで倒した魔獣の今回のカラント発見と大元があるかもしれないって推測も。そうなのか。ああ、それについても報告しよう。わかった。では。なるほどな。その推測が正しければなあ、成功すれば魔獣の発生も。よくやった。特にメディナ、お前さんはそう。ありがとうございます。引き続きこのメディナ・オルティナノス。ああ、期待しているぜ。では失礼します。またオルティナノスか。チッ、どうせ不正したに決まる。あんな小娘一人、ましてや欠陥品の一族。またか。ああ、前にも言っただろう。もそれに。それに。いや、とにかく騎士長に褒められたのだから、あの程度の悪口。メディナがそう考えているならよか。次の日。十分に気をつけるのですよ。ええ、ありがとうございます。どこかに行くのか。貴様か、死と二人きりの出立に水を差すと。やめなさいエル。彼はこれから南の回廊へ赴くのです。それって南帝国の最南端にある場所か。ええ、そうです。南帝国で果ての山脈を警護していた海西郷騎士から南の回廊、それを調べるためにエルドリエが使わされることになったのです。大方回廊内に魔獣が住み着き荒らしている程度の事態でしょう。しかしカラントが各地に発生している以上、何が起きるかは分かりません。くれぐれも注意してください。はい、分かりました。さあ、私たちも南帝国へ向かいましょう。ああ、行こう。魔獣を倒しつつ情報を集めるんだ。そうですね。ずいぶんと騒がしいですね。魔獣に関する情報かもしれない。聞いてこよう。どうして誰も信じてくれないんだ。俺は嘘なんてついてねえ。全部本当なんだ。一体何の話です。あんたも聞いてくれ。俺は行商人なんだが、旅の途中で見ちまったんだ。何を見たんだ。巨人さ。巨人？お前も信じてくれねえのか。でかい図体で、あんなのは巨人としか言いようがねえ。無駄骨だったな。ええ、行きましょう。待ってくれ、本当なんだって。どうして誰も信じてくれねえんだ。では、あなたが見たという巨人の特徴について全て話してみてください。身長は俺たちなんかの比じゃなくてよ、持っているコンボが人間くらいの大きさだった。あとは全身が金属みてえに硬そうな筋肉で覆われて、そこかしこに入れ墨が入っていたな。まさかアリス。その巨人をどこで見たのか答えてください。アリス、どうしてあんなに強く商人に詰め寄ったんだ。それはあの者が語った巨人の特徴に私自身覚えがあるからです。どこで聞いたことがあるんだ。見習い西郷騎士だった頃に教わりました。私たちが倒すべき
暗黒騎士の住民として。つまりその巨人ってのは暗黒界に住んでいるのか。ええ、ジャイアント族と呼ばれている暗黒界に住まう種族の一つです。しかしジャイアント族が人界をさまよっているなどありえない話です。暗黒界に通じる南の回廊は聖護騎士が守って。まさか。どうした、説明してくれ。南の回廊で異常が起きたという報告が対策本部に上がってきていたんだ。そしてその問題を調査するためにエルドリエが派遣されたんだ。ではエルドリエ様はジャイアント族と戦っているのでは。もしそうなら南の回廊が破られたということに。可能性は高いだろう。現にジャイアント族が人界内で目撃されているんだから。そうですね、エルドリエがジャイアント族に負けることなどありえませんが、主として彼の身が心配です。ひとまずは人界で目撃されたというジャイアント族を探そう。そうですね、状況を確かめた上で南の回廊を目指しましょう。わかりました。ではジャイアント族の情報を集めましょう。その後俺たちは調査を進めるも、新たなる巨人の目撃情報は得られなかった。結局巨人に関する有力な情報は得られなかったな。仕方ありません、今日はこの辺りで野営をしていきますか。ああそうだな、明日に備えよう。いいな、こんな夜中にどこへ行くんだ。この距離じゃ聞こえないな。彼らは一体何者なんだ。そしてメディナ、君は一体。おはよう、キリト。ああ、おはよう。どうかしたか。いや、なんでもない、少し寝ぼけているのかも。まったく、しっかりしてくれ。今日こそは巨人の情報を手に入れなければならないんだろう。そのためにもまずは情報が得られそうな場所に当たりをつけないとな。それなんだが、私に一つ思い当たる場所がある。そこへ行ってみないか。巨人の足跡がそこにあるのか。それが巨人の足跡かどうかは行ってみなければわからない。だが有力な情報だと思う。わかった、メディナの提案に従おう。よし、それでは出発だ。
間違い巨人の。それじゃあこの足跡を。ああ、とにかく足跡が消える前。でも変じゃないか。これまでに見た魔獣はあんな風にお互いを傷つけ合ったりしてなかったのに。まさかこいつが。ええ、ジャイアント族だと思われます。見つけた新たな獲物。おい、お前の目的は一体何だ。俺はザクザ。俺は力を誇示するため兄弟と共にここへ来た。全てを倒し、俺たちが最強であると証明する。魔獣もイウムも例外ではない。そっちがその気なら俺たちも全力を示させてもらうぞ。この者は私たちのことをイウムと呼びました。イウム、確か北の洞窟で戦ったゴブリンも俺とユージュのことをそう呼んだな。イウムとは暗黒界の言葉で人間という意味です。暗黒界の言葉を用い、そしてこの体育と要望、やはりこの者はジャイアント族で間違いありません。しかしやはり納得できません。暗黒界の民であるジャイアント族がどうしてここに。俺は力を誇示するため兄弟と共にここへ来た。
負けるなどありえない。俺たち兄弟は最強のはず。俺たち、おかしい。このジャイアント族は一人なのに、なぜ誰かと一緒にいるかのように話すんだ。ザクザと言ってな、ここにはお前一人だぞ。ひょっとして兄弟が近くにいるのか。俺一人、そんなはずはない。俺は兄と共にいたのだ。俺たちは離れたことなど一度もない。お前の兄弟の名は。我が兄弟の名はジクジ。ジクジ、ジクジ。どこにいる。ここに生意気なユーブがいるのだ。共に倒そうぞ、ジクジ。我が最強の。いや、違う。最強は俺だ。ジクジではない。俺だ。この俺なのだ。そうか、俺は一人の力を求め、兄弟さえも支配しようと。だが違う。俺たちは兄弟で最強。いや違う違う。俺一人こそが。様子が変だよ。兄弟で最強。俺だけが最強。兄弟、俺最強。俺フラクトライドが。魂が崩壊。一体どういうこと。精神に極度の負荷がかかると今みたいになってしまうことがあるんだ。自分の中にある確固たる観念が。ライオスもな。あ、彼の場合は自分の命と禁忌目録を手。それじゃザクザは一体どうして。詳しいことは分からないよ。自分たち兄弟が最強だと言いつつ、彼は自分だけが最強とも言っていた。そのあたりに魂が崩壊する理由があったのかもしれ。とはいえあんな風になって。全員が同じ状況で魂の崩壊が起こるとは限らないさ。あの現象が起こるのはものすごく硬直した観念に縛られた人だけだと思う。硬直した観念。例えばライオスは自分の命が何よりも優先されるべきものだと考えて。その考えを。モンスターが消滅するのとは訳が違うし、少し衝撃的よね。ああ、暗黒怪人とはいえザクザも人怪人と。兄弟についても話していたし、私にとっては余計ね。そうだな。兄弟、そうです、兄弟です。信じがたいことですが、ジャイアント族がいる以上、南の回廊は突破されたと考えるべきでしょう。ならばザクザの言う兄弟とやらも人界に侵入している恐れがあります。それじゃあ僕たちも南の回廊へ向かわないと。なあ、とはいえまずはザクザ戦で受けた傷を癒そう。今晩はここで野営をして、出発は明日だ。エルドリエなら大丈夫さ。分かっています。彼は聖号騎士、何よりも彼は私の弟子なのです。確かにエルドリエ様が負けるなど想像できませんが、ではザクザはどうやって南の回廊。それは俺たちも北の洞窟でゴブリンと戦ったことがあるけど、もしかしたら氷教会の知らない抜け道があって。南の回廊でも同様のことが起きていると。
あくまでも。そうですね。エルドリエの敗北が認められない以上。とにかく夜が明けたら南の回廊へ急ごう。人海を。大丈夫か。問題ない。むしろ好機だ。闇の勢力を打ち、大きな功。キリト君、早く起きて。どう。メディナ殿が消え。消え。わかりません。私たちが目覚めた時にはもう荷物と一緒に。メディナ。キリト君、どこか思い当たる場所。わからないけど彼女が。それなら魔獣討伐に向かったってこと。考えられるのは、討伐することで得られる功績を今俺たちが把握している存在で。まさか。でも一人で勝てる相手じゃないでしょ。それはザクザとの戦いで。どういうこと。前にメディナを尾行して俺が見たことは、友達としてでもメディナが危険な目に遭っているかの。前にメディナが夜中に野営地を抜け出して、その次の日の朝メディナは巨人の。ではその者たちは。俺はそう考え。けどいつの間に協力者を集めたんだ。まだ確証はないけど、以前メディナのことを救世。カリウドの天職を。村の外で保護したベクタの迷子の少女も急に急。そうだ、もしかしたらメディナは相手に。そんなことができるの。あくまで推測だし、そうやって作った協力者がいれば。ジャイアン。他に手がかりもありません。今はその推測。ああ、メディナがジャイアント族を追ったと。終わったわね。終わったね。トルミナスエレメント。なあ、すごいよキリト。つまり、でももしかして。なあ、一体どうして。そうだ、
いいですか。なあ、晩酌尽きたか。よかったら話してください。はい。おお、頼んでもいいですか。わかりました。ありがとう。さてと、うん。報告をしよう。それじゃ。ああ。行くぞ。行こうか。キリト、そうだ、報告をしよう。つまり、ありがとう。すみません。わかりました。ああ、さてと。